国およそ4万人以上いると言われている湯浅さん、お待たせいたしました。第1回熱々湯浅サミット、いよいよ始まりました。タイトルまで作っていただいてありがたいですね。これは本当にてか初登場に何させてるのすいません。いやもう全国の湯浅さんの心の叫びを皆さんに聞いていただきたいという、はい、まあ、そういうグダグダなコーナーでございます、はい、おそらくそうなるだろうなと、はい、うだうだやな、うだうだになると思いますけど、ね、湯浅さん、まあ、湯浅さんならではの悩みですとか、あるいは憤りですとか、そういう名前による、あるいは喜びみたいなもの、多分今まであったんじゃないかなと想像はするんですけど、はい、あるでしょ。あると思います。あると思います。言わされてるから。いや、ちょっとね、この名前に関しては我々もいろいろ感じることがあるので、ちょっとこのテーマいきましょう。テーマ、はいはいはい、まずこちらです。はい、湯浅に生まれてよかった。ちょっと待ってください。野球の番組ですよね、これ。野球の番組、熱血タイガースと、もう24年になります。はい、野球、はい、湯浅に生まれてよかったなっていうことが、湯浅さんね、はい、投手、私もあるかなっていう、そういうテーマで。なんか得したとか、そう、得したことがあるんじゃないかな。何得したんですか。ある、うん、で、湯浅さんのあります、はい、いや、特にないです、はい、え、すみません、はい、私も正直これ言われてないよね。ないんかい。いや、これがあるよ、湯浅君は。あ、どっちも湯浅君やけど。いや、強いてあげたら、湯浅に生まれてよかったなと思うのは今日ですよ、はい、こうやって湯浅さんね、湯浅投手のような阪神タイガースに縁があって、私もサンテレビでアナウンサーになって、こういう出会いがあって、しかも活躍してゲストに来てもらって、こういうコーナーまで作ってもらう、わー言ってたもんね。いや、そうなんですよ、本当に、そういう出会いと縁に感謝だから、今日本当に思いました。でも皆さんないですよ、その名前が。逆に言うと、ね、武田のネックニカじゃん。私です、武田、武田に生まれてよかったとか、これ言われてあります。武田信玄の武田と同じ字なんで、まあ、強そうやなとか、スポーツの授業の時とか言われたことあるぐらい。でしょ、福本さんあります。なんか、福本さん生まれてよかったなって言われて。いや、生まれてよかったなと思えへんけど、福本さんなんかあげようかぐらいよね。いや、それ名前関係ないじゃないですか。それ名前関係ない。それぐらいや。それ、ね、福本さんじゃなくてもね、浜中さんもないでしょ。よくこれテーマにしましたね。僕はジョッキーに浜中ジョッキーって言ってるんですよ。僕その方と会った時には、なんか嬉しいなと思ったのがあります。やっぱり一緒かも分かんないでしょ。同じ名前の人がそうやって活躍すると、うん、それは絶対嬉しいじゃないですか、うん、でそういう気持ち、やっぱり共感してもらえたよかったわ。だって岩さんも同じ名前の、はい、この阪神タイガースをこよなく愛する放送局に、まあ、おじさんですけど名前のアナウンサーがいたって最初に知った時どうでした。嬉しかったです。ほら、言わされてるけど。ね、そういうところ。だってどこまで行くんですか。これそういうコーナーですか。もうちょっと、え、巻きが入ってるんで。次のトークテーマ、次のトーク、はい、これ行きましょう。湯浅あるある。何これはね、何それ。これ湯浅さん、はい、どうでしょう。なんか湯浅だからこそあるって何かあります。そうですね。お店とか電話とかで、まあ、名前名字言うときに湯浅ですって言っても、岩田とか岩佐とか。湯浅さんって1回で聞き取ってもらえないです。ほんまに？本当です。これはね、これは間違いないです。いや、わかりますよ。大変なんだろうなと思いますけど。電話なんかやったら。この番組のコーナーにする？はい、いや、これ訴えを聞いてくださいよ、湯浅さん。これ電話やったら、まあ絶対ないですもんね。絶対、はい。絶対には絶対無理です。絶対、絶対、はい。じゃあ、湯浅さんは、はい、その湯浅っていう言葉をね、はい、伝えるためにこの漢字をどのように説明します。だって浜中さん、例えば浜中さんだったらね、あの海の浜の浜に、はいはいはい、で真ん中の中ですとか、中ですよ、はいはい、それをじゃあ湯浅投手は湯浅っていうのをどういうふうに説明します。お湯の湯に浅、まあね、浅い。これうちと全く一緒。いやこれね、でもね、本当に私のところもうちの母親が必ず電話でもう小学校の頃から聞いてて、お湯の湯に三水辺の浅いですって絶対言ったんですよ、はいはい、でお湯の湯ですよね、お湯の湯、ほらお湯の湯、どこも一緒。確かにみんなそうなんかな、それ以外、うん、あんまりイメージ。絶対そうですよね。絶対、はい、ね、はい、で出席番号は絶対最後ですよね。名前順だったら最後です。ほら名前順だったら最後。あるあるね、はいはいはい、それはまあまあ分かるでしょ、はい、これでもね分からない。多分浜中さんとか宇野さんは多分ね、30人いたら20番とかでしょ。武田さん15番とかでしょ。30人いたら、まあ、大概30ですよね、はい、この気持ち分かるでしょ、はい、絶対最後っていう。
悲しいんですこれ。悲しいんです。だってなんかね、なんか時々3番とか1番とか大きく回ってるもん。回ってます。巻いてって思いませんでした。はい、思ってました。次次次次さあこれ第2回やるかな。いや2回どうやってやるの。さすがにもこれだけじゃ持たないということで。当然野球の話もちゃんとボールを置いてますから。あ、はいはいはい、よかったよかった。ちゃんとね、野球の話もしますと久保さんも進行してくれてます。あんまり今までないですこんなこと。はい、そうです。久保さんが湯浅投手といえば、うん、さっきもありましたけれども、まあ、三振とそれからフィールディングの良さ、うん、これがすごく思い出としては皆さんあるんじゃないかなと思うんですけど、あのフィールディングの良さっていうのは昔からですか。そうです、もともと野手とかもしてたんで、うん、まあ、ノックとかも好きですし、まあ、いい方だったとは思います。ああいう動きって浜中さんやっぱセンス感じませんね。先ほどこう広島戦のやつ出てましたけど、うん、あの普通だったらファーストに投げますよね、間違いなく、はいはい、それをね、早く素早く降りてセカンドに完璧な送球投げるってなかなか普通のピッチャーできないと思いますけどね。さっきの映像なんか見てますと、あの狙ってました。あれはこの映像ですけど、はい、ツーストライクになってたんですけど、はい、その前からピッチャーの前に飛んでこいと思って投げてました。わざとそういうコースにも投げたということですか。はい、インハイとか投げたり、強いのでピッチャー前に来いと思いながら投げてました。だからああいうガッツポーズにつながるわけですね、はい、狙い通りと、はい、相当だからフィールディングには自信がある。投げた瞬間にもう走ってましたもんね、うん、あ今のもね、はい、でもあれ勇気いりません。だってあれ同点ですよ、はい、湯浅投手が投げる展開で福本さん当然タイトなゲームですから、うん、そうね、もしあのランナーが残ってしまってフィールドスースになったら大ピンチじゃないですか。 ものすごいプレッシャーかけられるわね、うん、でしょ、うん、勇気いりますよ。いや自分は、はい、やっぱなんていうんですか、マイナスのこと考えたくないんで、アウトにしたらやっぱラッキーじゃないですか。ピンチのことはあまり考えてないです。もうアウトにするっていうイメージだけを描いていると、はい、そうです。で振り向いたときにあって思うことあるでしょ。でも、はい、セカンドにランナーが進んでるっていうのは、そうですね、振り向いて無理だったらその時に、まあ、やめれると思うんで、自分はその時点でファーストに切り替えたりします。すごいですね。そんなすぐ変えられるもんなんですか。振り向いてあこっち無理だって結構な角度ですよね、はい、いやでもそれはセンスや。それがセンスですか。上手い人はそうだよ。みんな投げるボールも速いやん。そう、殺してやろうってパッと行くからやね。あかんと思ったらここら辺でやめれると思う。あの広島戦はでも途中で投げるのやめれないし、もうあれも完全にセカンドも、あもうはい、本当に、はい、狙ってたんであれはもう、あでもランナーのいる位置とかもちゃんと見えてのあれだったんで、あすごい、はい、あすごいな。ボールもありますからせっかくですんで、湯浅さんのストレートに握りをちょっとタイガースの皆さんに今ご披露いただけますか。お、これストレート握りってオーソドックスですか。はい、オーソドックスだと思います。あその指の開き具合っていうのもそんなに普通ですかね。はい、普通だと思いますね。開いてませんし、かかる位置とか、かかる位置はだいたい第一関節ぐらい。あ、第一関節、それなぜですか。はい、まあ自分が気づいた時からこの握りなんですけど、うん、はいはい、しっくり一番しっくりくるので、はい、いいですね。ゾクッとしますね。なんかじゃあフォークボールの握りももしよければ見せていただけますか。はい、あもっとゾクッとしますね。これフォークボールの握りっていうのは、これは、まあ、フォークって結構縫い目かけない人多いと思うんですけど、はい、自分は全部指に縫い目が当たってます。なんか意図があるんですかそれは。そうです、この方がまっすぐと同じ感覚で自分の中で投げれてたんで、やっぱ縫い目かけないと肘が下がるイメージがあるというか、うん、自分の中であったので、まあ、高橋健さんに教えてもらったんですけど、当時ピッチングコーチの、はい、それからずっとこれです。ということはプロに入ってからフォークの握りは変えたということですか。はい、変えてます。それをどういうイメージで振るんですか。上からどんなイメージですか。フォークボールを投げるイメージっていうのは。あ、じゃあちょっとすいません、うん、あ、いいですね。ちょっと見てみたいです、じっくり。本当にまっすぐと同じ感じで上から、はい、あもう一回見てみたいですね。あ
脳見通しすいません、オーロラより美しいと言われる湯浅投手のピッチングフォームになったかなと脳みさん怒ってないですかね。いやなるほど、はい、そういうイメージですね。綺麗ですね。来年はクローザーっていう話も岡田新監督が出てますけど、ご自身ではどうですか。そうですね、まだ直接言われたわけではないので、まあ、本当にでも任せてもらえるっていうことになれば、まあ、今年同様自分のやるべきことをやるだけだと思っているんで、はい、まあ、このそのつもりでしっかり準備したいと思ってます。今年30ホールドってありましたけど、はい、もしそうなった時の数字って。いやまだやっぱり年明けたら考えます。あ、なるほど、はい、それから WBC の可能性もありますから日本代表という、はい、世界に轟く湯浅っていうのをぜひ頑張ります、はい、ありがとうございます。すいません、以上熱々湯浅ミットでした。